本日のゲームはメトロポールアレナで行われます。この時間は FC 東京対横浜、こちらの一戦をお届けいたします。こちら現地昼のコンディションですが、現在曇っていますが、先ほどまでは雨が降っていました。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。FC 東京は 4-3-3 のシステムですが、どうご覧になりますか？そうですね、まあ、特徴としては、まあ、トップがサイドに開いたウィング的な役割をすることですよね、はい、外に大きく開くことで中央の相手ディフェンダーを引き出して中央にバイタルを作れる強みがありますよね、まあ、このシステムはボランチが特に重要で、一つ前のトップ下とうまくトライアングルを作れるかがポイントになってきますよね。なるほど、ボランチの役割がポイントなんですね。そうですね、この場合はアンカーですよね、はい、ボランチは中盤の底から起点になってビルドアップし攻撃型とひたすら走ってカバーやプレッシャーに行く守備型がありますけども、そのバランスを考えて引っ張っていけるかがポイントでしょうね。さあ前半見ていきましょう。 FC 東京対横浜、エキシビションマッチです。まずは自分たちのペースに持っていくことがこの入りは大事ですよね、はい、そのためにはできるだけ相手のエリアにいる時間を長くする、シュートで終わる意識を持つことですよね。なるほど、まずはこのゲームの立ち上がりです。森重、小川からアダイウトン、ボールが上がる、横浜ここクリアで難を逃れます。大きく縦へ、横浜最終ラインまでボールを下げる、井ノ原から大きく縦へ、いいプレッシャー、ベースを狙う、おっといいボールでしょ、中に合わせてくるか、さあどこに出してくる、左サイド上がります。さあカウンターを仕掛けます。ディエゴ・オリベイラ抜けてくる、これはちょっときついパスになりました。渡辺、森重、裏を狙う、さあ一気にカウンター、さあカウンターのチャンスになります。森重、縦へのボール、小川、ボールを下げてリズムを作るか、今日のゲーム両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか？まあ、今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだ分からないですけどもね、序盤ですのでじっくりそのバランスを見極めていってほしいですね。森重、小川、どう組み立てる、森重、長いボールを送ります。長いボール縦へ、松浦、マギーニョ、スルーパス、ここで受けて、これは相手選手に当たりコーナーキックになります。触る、
渡辺。FC 東京は前半ここまでまだこれといったシーンはありません。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。森重、アダイウトンから左へ、また中央へ、レアンドロへ、青木、うまいですね。さあディエゴ・オリベイラ、ディエゴ・オリベイラ、しかしこれよく止めましたね。いや、キーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。ディエゴ・オリベイラ、今のチャンスはものにすることができませんでした。松浦、裏を狙っていきます。いいボールだ。もういいですね。ここで丁寧にボールを扱う。クロス合わせてくるか。森重、体を張ります。さあカウンタースピードを上げたいところ。チャレンジはしません。後ろに流す。ジエゴ・オリベイラがこれはファールを取られました。アダユートン、青木、レアンドロへ、東、中村、右側上がっていく、レアンドロへ、ディエゴ・オリベイラへの、どうだこのシュート。横浜、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン。大きく縦へ、井野葉、高橋、ジエゴ・オリベイラ、縦へのボール、ディエゴ・オリベイラ、東へ、小川、ここはいいプレスで奪います。長いボールを送ります。森重、ここは足を出して踏ん張ります。東、小川、ここは対応します。キーパー前へ蹴り出します。右サイド上がっていきます。レアンドロ、青木、細かいパス回し。さあディエゴ・オリベイラ、ディエゴ・オリベイラから東、レアンドロへ打つ。これは素晴らしい反応でした。いや、これぞ過ごすんですよね。素晴らしい反応ですね。レアンドロ、ミドルシュートを打っていきました。組み立てながら攻め上がっていく。さあディエゴ・オリベイラ、さあどうする。撫でるようなボールタッチ。アダ・ユートン、絶好の位置。森重シュート、ヘディングでした。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどね。これをカットします。渡辺、一旦戻します。
青木、FC 東京、なかなか前にボールが運べません。マギーニョ、ファーストハーフ、この終盤両チームスコアは0対0です。サイドへ、中央へ、これは再処理、レアンドロ、横浜最終ラインまでボールを下げる、高橋、レアンドロ、小川、小川からアダイウトン、青木、チャンスになる、どうする、サイドを使います、東へ、いけるか、フリーだ、マギーニョ、アダユートン、左サイド上がっていく、中央へ、直接行ってしまいました。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。前半0対0。北澤さん、前半振り返っていかがでしょう。 FC 東京としては左からのクロス攻撃が非常に有効的でしたよね。あとはエリア内でのポジション取りでしょうね。相手のディフェンスの前にどううまく入り込めるか、出す人と受ける人のタイミング次第ですけどもね。 FC 東京対横浜、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。さあ、後半スタートです。 FC 東京としてはだいぶ押してましたからね、はい、ここからも同じ調子でいけばゴールも近いんじゃないでしょうかね。そうですね。中村、東、中村、東へ、また中央へ、レアンドロへ、東、さあどこに出してくる、アダユートンへ、レアンドロへ、マギーニョ、小川、レアンドロへ、東、レアンドロへ、青木、東へ、小川、ここは競り勝ちます。井の葉、一人で持っていけるか、マギーニョ、松浦、抜けてくる、これ仕掛けるか、東、
中村、ここは一人で仕掛けます。味方の上がりはまだ不十分です。これはファールではありませんでした。小川、小川からアダイウトン、ボールを下げてリズムを作るか。井ノ葉から大きくサイドチェンジ、高橋、また中央へ、松浦へ、アダイウトン、ここは奪います。青木、ディエゴ・オリベイラ、マギーニョ、一人で駆け上がる、とボールは自分で行く、上げてくる、このクリアボール拾いたい。サイドへ、柔らかいボール、クリア。このピンチをなんとか出します。カウンターを仕掛けていきます。スルーパスを出す、レアンドロへのボール、プレッシャー、チャレンジはしません。後ろに流す、この試合も終盤に差し掛かりました。両チームとも攻めるシーンはあったんですけれども、なかなか得点には至らず、一人で行く、レアンドロ、東、小川、レアンドロへ仕掛けるか、チャンスを演出できるか、FC 東京は選手交代のようです。FC 東京、これは奪い返します。サイドを使います、足元大事に行きます。横浜、ここでファールをもらいます。横浜、最終ラインまでボールを下げる、裏へ届くか、いけるか、小川からアダイウトン、レアンドロ、レアンドロへ、青木、中村、井ノ葉から大きく縦、井ノ葉、高橋、小川、
プレスからボールがこぼれる。アダユートン、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。スルーパスを狙う横浜、ここクリアで難を逃れます。ここで一人で持っていく、これもファウルですもんね。レフリーの注意が入ります。さあ残り15分、ここはすぐ奪い返します。横浜スペースを狙った渡辺、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。コーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。クリアです。プレッシャー、いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。中村、スルーパス、いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤でのせめぎ合いは最後まで目が離せませんね。チャレンジはしません。後ろに流す。今日は見応えがある分時間が経つのが早く感じますね。もう一つ前に行きたい小川、サイドのスペースへ走らせる。丁寧に足元を使う。中人数揃っている。高橋、さあどうする。チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったとこでしょうね。いいプレッシャー、つながります。どうする。さあどこに出してくる。緩いボール、ここでファウルがありました。注意に終わりました。絶好の得点機、ここで先制できれば非常に大きいですよね。直接入ったー、これはゴラソー、いやーなんといういやーすごい。直接ゴールに叩き込みました。精度の高いキックでしっかり決めてきましたよね。監督の采配見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。中村、いや監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるんですよね。土壇場で一本抜きんでました。いやここまで競り合ってこの時間帯でゴールですよね、はい、ゲームを決定づける一本になるかどうかですよね。そうですね。サイドへ
ここを拾って次につなげたい横浜。 FC 東京奪い返します。田川、長井、チャンスを演出できるか。もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。横浜、ここは時間を使います。時間ないですからね。もう人数かけて取りってもいいと思うんですけどもね。東、いいプレッシャーです。青木、レアンドロへつなげたいですね。ここね、ここで笛です。1対0 FC 東京敗れました。1点に泣きました。北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。 FC 東京としてはゼロで抑えられてしまったことを考えるとあまりいい負け方ではないですよね。早く気持ちを切り替えて次に引きずらないことでしょうね。はい、そうですね。さあ、そろそろ放送時間も少なくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。 FC 東京が1対0で試合を落としました。